私はカンナギの血を引いています。母と同じように皆さんに平和を届けます。この日歴代最年少のカンナギが誕生した。お祈りは大変ですか？いいえ、あ、並んでいる人たちは大変ですね。でも必ず全ての人にお祈りをします。世界は期待と不安の眼差しでその成長を見守った。伝えたいことが終わりだと聞きましたが、周りに痛みで動けない人がいたら教えてください。私はそこへ向かいます。必ず助けます。カンナギの使命です。いいえ、立ち止まりません。やがて世界は彼女に導かれていった。協定の成立については、争いが静まれば苦しむ人が減ります。これは未来への大きな一歩となるでしょう。私たちは確実に真の平和への道を歩んでいます。どこへ向かわれたんだろうな。何も心配はいりませんよ。少しでも痛みが和らぐと良いのですけれど。ルナ、フレーラ様。命を育みし星よ、人々を闇よりお守りください。申し訳ありません、すぐには無理なのですが、何日かすれば。なんという、ありがとうございます、ルナ・フレーナ様。ルナ・フレーナ様、今朝村を出てようやく。おつらいでしょう。はい、いえ、本当にありがたいことで。では始めましょう。町でかくまってやりゃよかったのに。本当だよ、俺ん家来いってな。なあ、神さんを追い出すわ俺。ドクト、オートに戻ってからも鍛錬を続けろよ。なんだよいきなり。結婚後は世界から注目浴びることになんだろう。え、そうかな。今もそうだけど、あんま気にされないんじゃない。なんだよそれ。今もまだ気にされていないからこそだな。パッとしねえまんまじゃルナ・フレーナ様がお気の毒だろう。あー、そうか。ノクト、ルナ・フレーナ様にふさわしい男になんないと。カンナギの公務でただのお荷物になっちゃ恥かくだろう。まったく、好き勝手言ってんな。あ、いらっしゃい。どうも、またどうぞ。ここから先は簡単には引き返せない。行くのかい？本当に大丈夫？あのメテオを動力になんてよく思いついたな。メテオって普通に近づけんの？巨神がメテオを受け止めた時、一部が砕けて飛び散った。使われているのは周囲で見つかる欠片の方だ。でけえのは今でも巨神が支えてんだろう。ご苦労なこったな。肩も凝るだろうね。その分ダスカ近辺の巨神やメテオへの信仰は厚いと聞く。実際あの下ってのはどうなってんだろうな。かなり暑い場所へ入ることになるが、カメラは大丈夫か？ああ、そうだね。隕石の炎なんて言ったらどうかな。壊れても買えはねえんだろ。車に置いてっか？いや、持ってくよ。せっかくメテオの近くに行くんでしょ。巨神の姿も見えるかもしんないし。
写真に収めなきゃ気が済まねえか。置いてって取れないより持ってって壊れる方が後悔しない。かっこいいなって思うと思ってる。ああ頑張れ。イグニスのメガネって熱は平気なの？おそらく問題ないと思うが。まあダメになってもそんなに困んないだろう。極端に悪いわけじゃねえしな。え、そうなの？まあないと何も見えないわけではないんだ。だったら普段取っとけば。いやそこは違うんだよな。はっきり見えねえと気分が悪いんだと。まあぼやけているのは好きじゃない。はあ、やっぱきっちりしてんだね。イグニス、運転席以外って気分どう？恐ろしい。恐ろしいのかよ。昔の王子の運転を知っている身としてはな。そりゃどうも。本でも読んでろ、気が紛れるぞ。あ、そうだな。だが今はいい。だいぶ不安なんだね。着いたよ。嘘じゃねえだろうな。俺もいつ嘘ついたかな。基本嘘っぽいっていうか。ま、不信用ならねえな。おーい、俺だよ俺。ここ開けて。え、開いたし。ほら、一緒に来てよかったでしょ。こう見えて俺顔が広いんだよね。神様はこの先にいらっしゃるよ。帰るの？無事に君たちを送り届けたからね。それじゃごきげんよう。奇妙な男だったな。できれば二度と会いたくない。うわ、すっごい嫌ってるね。あの人って神話に詳しいのかな。結構知ってる感じだよな。この先に行けばいいのか。封鎖までして何してやがるんだが。遺跡か。あれ、一体何？王の墓がこんな場所にあるとは。お力を借りてかねえとな、王子。ああ、そうだな。でけえぞ。危険だ、離れろ。なくそ、止まったか。ほらよ、上がれ。
あの巨人？お目覚めのようだな。こいつが俺に何か言ってんのか。大丈夫？ノクト！無事でいるようだな。上がってこられるか？いや、こっちに道がある。先行ってるわ。降りられる場所探せ。わかった、俺たちも進んでみる。無理はするな。ああ、え、どっから行くの？勝手に突き進むんじゃねえぞ。しっかりついてこいよ。た気が立ってやがる。あんまり刺激すんなよ。いちいちうるせえな。忠告はしっかり聞いとけ。そういうの何度も聞いてるし。
こっちだ。ギリギリの幅だな。早く行けって。のんびりすんな。さっさと行きてえんだよ俺は。失神だ。落ちんじゃねえぞ。あんたも痛えぞ。だがシャレになんねえな。早いとこ渡っちまうぞ。ノクト、ついてきてるか。なんだ。教師、お前話すんのは後だ。渡りきれ。早く。先には進んでる。焦んな。もう少しだ。話がしてんだろ。相思相愛で何よりだ。行くぞ。落ち着け。なんだよ。お前は王家の人間じゃねえのか。王家の人間だよ。だったらなんだ。嫌ってほど自覚してるわ。自覚してねえとは思ってねえよ。だがな、さっきから何度も危ない目に遭ってる。俺も気が張ってんだよ。アミシティア家は言ってみりゃ王の盾だ。盾として王を守れ。ガキの頃から教え込まれてんだ。俺なりに消化して納得して誇りに思ってる。頭痛もあって集中できねえんだろう。忠告くらいちった聞いとけ。分かったよ。いきなり悪かったな。行こう。あ、一人で進んでんじゃねえってのは忘れんなよ。グラディオ、親父さんには感謝してる。気ぃつかん。あ、電話鳴ってねえか。エグネス、大丈夫か。気をつけろ。帝国兵が見え。ギルド、帝国兵を見たっぽい。はあ、あれそうだな。
着いたぜ。わかってる。
か。どうだ。てめえ、行くよ。Thank you.
よ。なんとかなったか。これでもう終わった？なんだ、どうした？なんだ、一体狂信が。おい、やめ。略してなかったんだよね。アーデン・イズニア、本名帝国の最初。そうなんだよ。でも今はさ、助けに来たんだ。ここで捕まえたりしないって。どうする？選択肢は2つ。生きる？なんだよ、死ぬの？とりあえずここでは死ねない。行こう、いいな、ノクト。分かった。いや、君たちを助けられてよかった。俺たちをどうするつもりだ？別に、安全な場所に下ろすだけ。帝国の人なんだよね。悲しいこと言うね。帝国の人間はみんな敵ってこと？いや、ノクト、レガリアはどうする？通りに戻る。すぐにな。最初、あなたが敵じゃないのなら、今ここで俺たちを解放してほしい。そう慌てない。この辺りは軍隊でいっぱいだ。すぐに捕まっちゃうよ。心配しなくてもすぐに降ろすって。俺さ、君たちの力になりたいんだ。大事な車見つかるといいね。封鎖について帝国軍のレイブス将軍より次の通り声明が発表されました。ラスカ地方の封鎖は調印式襲撃に関わった人間の行方を捜索するために行っている。影響が大きいことは承知している。全ては市民の安全のためであると理解願いたい。他に帝国軍はオート内での生活の支援も続けていると強調しました。先日までダスカ・クレイン地方を中心に頻発していた地震について帝国軍より次の通り発表がありました。地震の原因は巨神が目覚め
暴れ出したことにあった。軍は巨神の討伐に成功し、周辺の被害が深刻になる前に防ぐことができた。この発表によると、すでに巨神はカーテスの大皿内部から。まさかさ、見つかんないとは思わなかったよ。シドニーが言うように周辺の工場に運ばれていればいいが。守ってったのが帝国軍って可能性もあるね。またあのおじさんが助けてくれたりしないかな。アーデン最小か。やめてくれ、期待できるはずがない。だよね。どうする？ひとまずハンマーヘッドからの連絡待ちだ。代償もねえし、しばらく歩きか。あれ、アンブラだ。おー、来た。何かを伝えに来たのか。どうする？追いかける。ケンティアナ、成績を背負いし王よ。雷神の啓示により力を宿しなさい。成績を取り戻すためカンナギは。ルーナは無事なのか？雷神のもとに。ルナ・フレーナは右傾を終え、紅葉の指輪とともにスイートにて待つ。早くお会いなさい。あの方は神の使い、つまり神話のカンナギを支える存在だ。ほう、でかい話になってきたな。俺は無事だって。待たせて悪いな。もうすぐだ。必ず会いに行く。そう伝えてくれ。人間の長い繁栄のためにとクリスタルが与えられたのです。でもクリスタルは王都にあるよ。なんで僕たちだけが使ってるの？使っているだけなのではなく、王がクリスタルを守っているのです。守ってるの？お父さんが？はい。そうだったんだ。クリスタルは真の王を選び力を与えます。歴代のルシス王たちはその時を待ちながらクリスタルを守り続けてきたのです。僕が選ばれたんだよね？はい。クリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え？カンナギには王を支える使命があるのです。そっか、やってみる。僕が必ずやっつける。ノクティス様。ノクティス、お聞きなさい。王を導くためこの声を。天と地を結ぶ強き光、それは雷神の力。光のもとへと向かいなさい。指輪がルナフレーナ様のもとにあるなら、ひとまずは安心だな。
お会いできるのはオルティシエ？ああ、船の出会いが必要だ。カイムの港が今も使えるなら。昔の隠れ港か。よし、準備させよう。イリスに連絡しとくぜ。さーて、俺たちは雷神にお参り。また神様来たよ、これ。すみません、チョコボ乗りたいんですけど。チョコボに？すまんが、今は出せなくてな。今この辺りにベヒーモス、通称スモークアイが出没しているせいだ。チョコボたちも怖がってるしな。万が一が起きないように貸し出しは止めてる。君たちは最近評判のハンターだね。どうだろう、引き受けてはくれないかな。もちろん報酬は弾むよ。無理にとは言わないが、ぜひ検討しておくれ。あ、行こうぜ。あ、引き続き雷神とは忙しいな。ルナフレーナ様もってことだよね。一人儀式を進められている。負担もあるというし心配だな。ダメだな、タイムどうなってんだ。いいですか、お前んとこには。何も来てねえよ。続いてくれ。わかった。くそ、大丈夫？ああ、なんとか。はい、おりゃ調子いいじゃねえか。まあな。フロント3乗ってね。ま、ラジオ頼む。ナイスラジオ。どうも。ロプト、応戦しろ。了解。よっ。おりゃ。大丈夫か？ロプト。ほらよ。見えてる。ロプト。はい。セレ。欲しいな。よし。よし、レディオ頼む。よっ、えっ、悪い。ナイスクラディオ。え、
そうか。どうしたイグニス。新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。お、ノクト、左方向に敵だ。分かった。天気悪いな。そうだな。なんであの人、ノクトの手助けしてくれんの？ゲンティアナか？うん。あれ、神様なんだっけ？24社、六神の使い。へぇでね、イリス電話見てねえのか。数が多い。確実に一滴ずつ仕留めた。こんなもんって感じか。さっさと先に行こうぜ。
こんにちは。怪我の具合はいかが？誰？ゲンティアナ、六神の使い。ルナフレーナから聞いていない？これだ。でもよく知らない。ちょっと聞いただけ、ルーナに。ルナフレーナに？そう、ルナフレ…仲がいいのは良いこと。カンナギと王は常に共にあるべき二人。この世界を守るという使命のために。今のはゲンティアナとゼネブラエの雷神は王への啓示を待っている。急ぎなさい、雷神のもとへ。帝国は王を恐れている。この地の道すべてを力で封じるほどに。どうしたの？また頭痛？ゲンティアナの声がした。神に通じる能力か。巨神の時の頭痛と同じなのかもな。で、カンナギの手によって神は目覚める。王に力を与えるために。どうした？また声が。ああ、ルーナが六神を起こしてるって。ノクト、うまいことやるじゃねえか。行こうぜ。おう。イリスは相変わらず面倒見がいいな。そうだな。そういや、お前ら昔からよく話してるよな。ああ、頼りない王子の話でよく盛り上がっているな。あ、どういう意味だよ。おい、どっか入るぞ。ああ、フローズネストにようこそ。何か食べてくかい？何について聞きたいんだ？ささっと選んでくれ。奴らを片付けてくれるのか？よろしくな。任せたぞ。無茶はしないようにな。いらっしゃい。今日はどうした？また来てくれよ。イチネリス工業です。イチネリス工業はレスタルムの皆様の生活を支えながら、これからも絶え間なく電力を提供していきます。メテオから夢と希望を生み出す会社、イチネリス工業。
お、サニアか。え、知り合い？前にハンマーヘッドで話をしたことがあってな。そうよ、なんか話してたな。彼女の話聞いてみろよ。かなり野獣に詳しい。勉強になるぜ。このめっちゃくちゃ忙しい時に。おお、君たち誰だっけ。何、私なんかよ。あ、いや、つまり私の邪魔をしただけと。おお、こりゃ実に問題だよ。この喪失した時間を補うには。あ、君たちさ、私の仕事手伝ってくれない。ほんと助かるよ。いや、手が足りなくてさ。じゃ早速だけど、カエル取ってきて。カエル。は？カエル？あ、今適当にそこらの取ってくりゃいいかって思ったでしょ。ダメダメ、楽は許さない。捕まえるのはレッドフロッグ、アルストの固有種だから。つまりそこ降りてけば見つかるよ。それじゃ私は仕事に戻るね。レッドフロッグ、鮮度重視でよろしく。押し切られたって感じ。確かに勉強になりそうでもあったが。あいつと普通に話できたのか。まあ盛り上がったぜ。ゲンティアナってさ、人なの？いや、24種は六神に近い存在だ。人間でいうカンナギみたいなもんだろ。向こうは人間と話ができる。ルナフレーナ様と似てる存在なのか。とどめかな。危ねえ。
いい感じだ。当然エグニス指示。今だ！俺を出せろ！エグス！うわぁ、手が震えてきた。これならどうだ！指示。され調子いいじゃねえか。当然どうだ。はっとフロント体力も持ちそうね。ああ危なかったな。しんど。無事で何よりだ。ああこれさ、揚陸艇乗ったの初めてだった。まあ、珍しい経験だったな。ノクト、後ろに注意してくれ。わかった。うわ！綺麗な色してんな。こいつで間違いなさそうだな。ねえ、もしかしてゲンティアナさんって年取らない？ああ。はあ、すげえ。大丈夫。ああ、なんとか。よっ！どうだ？はっ！よっ！グラディオ、頼む！十分に力がつくまでは俺たちを頼る。ありがたい。戦い慣れてきた。まあな。やっ、フロントが毒に侵された。厄介だな。やばっ。どうだ。でやっ。ねえ、ノクトがヤバい感じ。ああ、俺が行く。ほら！助かったよー。
回復向いてない。いや、なんでもないっす。はっ、イリスの言ってたルナフレーナ様の話本当だったんだね。場所や時期から考えると王都を出てすぐ巨神の元へ向かったのか。頭が上がらねえな王子。早く追いつかねえと。潰してねえだろうな。やるじゃん、ノクト。しかし神の力なんてもう授かれるんだな。間近で神話に触れることになるとは思わなかった。王都を出た新鮮だったのにね。傷つけないよう慎重にな。
で最後か。はあ、疲れた。サニアの元に戻ろう。しかし女性にカエルを送るってのは初めてだな。雷神の力を得たら今度は水神か。おそらくはルナフレーナ様もそう動いてくださってる。水神とも儀式あるんでしょ。心配だね。回るのも続けるんだよね。ああ、別に忘れているわけじゃない。歴代王の力も必要だろうからな。だが今は雷神を待たせているのも事実だ。一つずつこなしていこう。すごいことになってんぞ。あ、本当だ。うるさいぞ。中入ろう。だな。研究？夜が伸びたり地面揺れたり、なんか最近おかしいことばっかでしょ。世界の異変、研究したい案件増えまくってんだよね。んで、カエル？うん、レッドフロッグが現れたのは最近。変異の理由はまだわかんない。だから研究。もしかしたら小さなカエルが世界の謎を握っちゃってるかもよ。興味出てきた。次いつ手伝う？いや、それはわかんないわ。じゃ、わかった時に協力よろしく。これカエルのお礼、遠慮なく受け取りたまえ。ああ、元気？彼女、もしやサニア・エイゲルか。ああ、やっと気づいたか。サニア・エイゲル？エイゲル博士は有名な生物学者だ。博士の女。フローズネストにようこそ。なかなかやるじゃないか。ご苦労だったな。調子はどうだい？お、腕に覚えありか。はいよ、ご注文は？はいよ。お、来た来た。これなら再現できそうだな。
また来てくれよ。いらっしゃいませ。どうも。ありがとうございました。グラディオ、行くぞ。おいよ。レガリア、どこにいるんだろうね。海渡る前に探さねえとな。ああ、置いてけねえし。そうだな。プロントしっかりやれよ、シード。
行けるか。しまった。クロットが毒に侵された。で何よりだ。カンナギの受けは済み、残るは刑事のみ。急ぎ雷神のもとへ。準備はなされている。ノクト、大丈夫？ああ、早く刑事受けろってさ。神に力をもらえか。今ってノクト、力を集めてるじゃん。集まったらさ、何すればいいの？王の使命の詳しいところはわからないが、最終的に帝国を倒すでいいんじゃねえか。ああ、それでいいと思ノクティス。東の洞窟フォッシオへ。封印は解かれた。地の底に眠る最後の石碑を目指しなさい。帝国の者たちよりも早く。洞窟だ。次が最後。よし、さっさと済ませようぜ。いよいよ雷神様とご対面か。準備はしっかりしておこう。片付けてやれ。見直したぜ、ロッド。ああ、どうだ。はっ、され、よか、され、よっ、やあ、され。無事に済んだ。
油断はするな。俺たちの旅って歴代の王様と神様の力を集めてんだよね。結構すげえ響きだよな。打倒帝国ってのも近いが、案外現実味を帯びてくるな。あいつが最小だったとはな。怪しいどころの話ではなかった。なんで俺たちに構うのかね。新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。キャンプにするか。雨で野宿とか最悪。文句言ってねえでさっさと準備手伝えっての。ノクト、明日の朝写真撮りに行きたいなって思ってんだけど、付き合ってくんない？分かった、いいぜ。よっしゃ、明日起こしに行くからね。行くぞ。おい、どこ行くんだ。この近くにいるカトブレパスを取る。なんとかして近くで取りたいんだけど。あ、そうだ、この辺りに生えてるキノコカトブレパスの好物なんだって。あんなにでかいのに豚鼻だし、そのキノコを使えばカトブレパスを間近で取れる気がする。さあ王子様、早速探しに行きましょう。大丈夫なのか聞いてねえ。
ノクト、こっち。多分これだ。もっといっぱい探そう。この辺になんかあるよ、ノクト。あったあった。もう一個あれば十分かな。ノクト、あったよ。よし、これで準備 OK。 なんかすげえ張り切ってんな。だってあんな大きい生き物捕らえるチャンスなかなかないって。絶対押さえておきたいじゃん。ノクトだって釣り好きならわかるっしょ。このキノコを使って引きつけたら普通じゃ取れないレアイギリギリのショットを狙えるはず。じゃ湖の方行こう。分かった。よし、じゃあノクトはここに立ってキノコを持っててね。は？ギリギリまで引きつけたら取るよ。え、マジで言ってんの？うん、ノクトなら大丈夫っしょ。まあそりゃ俺ならって。マジかよ。もういいだろ、取れって。
ここまで来たら大丈夫か。うん、取れたけどちょっと遠かったな。ビビりすぎでしょ、ノクト。お前な、ならお前がキノコ持てよ。やだよ、俺は取る方なの。ブロンプト、ちょちょちょ、冗談怒んないでよ。こう見えて感謝してるし。Thank you, ノクト。よっしゃ、目標達成。俺のおかげな。そうそう、ノクトのおかげ。